服部りはじめ中の菩提寺で歩く萌い寺。服っりはじめ中は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。通称は小平太。名は、春安、中寺とも、尾張国津島の出身。はじめ織田信長に、馬回りとして使え、永禄三年の桶狭間の戦いにおいて、今川義元に一番槍をつける先行を挙げた。しかし、義元の反撃を受けて、 膝を切られたので、手球を上げたのは助立ちに入った、毛利義勝であった。桶狭間の戦い以降は、小田氏の敗下として目立った活躍は知られていない。天正十年の本能寺の変では、弟の子唐田が二条五所で戦死している。信長の死後は、再び馬回りとして、豊臣秀吉に仕えて、木幌衆の一員となる。天正十三年、十五位下根目線の官位に寄せられた。 また、小田原征伐の先行により、天正19年に松坂城主に抜擢されて、伊勢国一主軍に3万5千国を与えられ、同時に当時、尾張、北、伊勢を支配した橋場秀次につけられた。文禄元年、文禄の役において、ハンスンに進軍。文禄4年7月、豊臣秀次出却に連座して、 所領を没収され、上杉加月勝に預けられた後に切腹を命じられた。次男の勝長は、一中と同じく、秀で失脚のため自害した、木村茂るここの家臣、大崎をさゆの養子となり、紀州徳川家に仕えた。ありがとうございます。